デュフ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 。それがしは28歳、彼女いない歴年齢の童貞オタクでござる。デュフデュフデュフ。今日もアニメを見て、漫画を見て、ニコニコ動画、YouTube を見ていたら、気づいたら朝になってしまい、気分転換と思い、散歩に来たでござるが、なんと、そしたら四つ葉のクローバーを見つけたでござる。ディフ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 。こんなところで四つ葉のクローバーに出会うとは、もしかしたら、これから先僕にいいことがあるのではないだろうか。ディフディフディフ。ディフフディフフ、他の方、ディフフ。四つ葉のクローバーを見つけたってことは、これからきっといいことが起こるであろうから、とりあえず一旦帰って漫画読むでござる。よー、彼女できるといいな。よー、早く帰ろう、お腹すいたよ。今日の昼ご飯なんだろう、間違った、朝ご飯だった。ディフディフ、頭までボケてきてござる。ディフディフディフ。あ、つまずいたでござる。つまずい、なんだこれは。拙者の邪悪なる右手から矢が放たれてござる、という冗談を置いておいて、先ほど拾った四つ葉のクローバーを落としたら矢になったでござる。一体どういうことでござるか。なんかこの前同じようなことしたデジャブがあるが、それは置いておこう。もしかしてこの四つ葉のクローバーを投げれば、なんかいろいろ道具が出てくるでござる。もしかしたらこれで働かなくても生活できるかもしれないぞ。他のポーデュフフフ。そうと決まれば、四つ葉のクローバーをたくさん集めて、いっぱいアイテムを出して、お金持ちになって、女の子にモテるでござる。デュフフフフフフ。他のポー、コポー。さて、四つ葉のクローバーをたくさん集めてきたでござるから、いっぱい投げるでござるよ。これで母上どもを喜ぶでござる。ははは、デュフデュフ、デュフフフフフフ。ああ、早くお金持ちになって彼女を作るよ。ああ、女の子と遊びたいよ。え、女の子が出てきてござる。やったでござる。彼女になってほしいでござる。あれ、あれ、ああ、はい。というわけで、今回の動画ですね。今回の動画ですね、四つ葉のクローバーモッド、マジッククローバーモッドと、モブが女の子になる、キュートモブモデルスというモッドをね、使ったね、検証動画だったんですけど、女の子じゃねえわ。ちょっと待って、感覚で文字が打てなくなった。このですね、女の子じゃねえわ。モブが女の子になるモッドは、敵モブとかがですね、こんな感じで、スケルトンとか女の子になります。で、クリーパーが、女の子に なります。で、四つ葉のクローバーはですね、たまにというか、まあ結構な確率で、クリーパーがたまにね、現れるんですけど、その時にね、クリーパーもちゃんと女の子になっているかというね、まあ検証動画でしたね。うん。一つだけ言っていい、もうなんか全部茶番っぽかったけど、意外と撮るの大変でした。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。次回もよろしくお願いします。うまいこと、女の子が出てきたね。もういや、ちょっと、見づらいわ。くっつくんじゃねえ、お前。じゃね、バーイ。これからきっといいことが起こるであろうから、とりあえず一旦帰って漫画を読むでござる。おー、早く帰ろう。お腹すいたな。ちょっと待って。一発で出す予定じゃなかったのに。もしかしたらこれを使えば、働かなくても、お金、手に入るんじゃないでござろうか。お、すごい。お、すごいぞ、すごいぞ。ああ、女の子出てきちゃった。いや、ダメだよ、お前出てきちゃう。